久しぶり。いつから話してないんだっけ。福岡ぐらいから話してない。何してたっけ。あ、まずマーモットキャピタルの展示会がありましたね。展示会まで結構バタバタしてて、でまあなんか夏だからさ、冬よりはやっぱお外にこう出ようっていう気持ちになるじゃん。夏モードですね。で福岡行って、で一泊で帰ってきて、まあ仕事したりとかなんだりとかしたりしたのかな。でその次の週末は奄美大島に仕事で撮影で行って、撮影して、でもう本当になんか奄美も2日間だったんだけど、本当に1週間ぐらいいたかなと思うぐらい。とっても充実した2日間を過ごすことができ、でいろんなことをして藍染め体験とかもさせてもらったり、なんか美味しいご飯も食べれたし、結構本当幸せってなって帰ってきて、ちょっと一瞬車止めるわ。そうで友達と河口湖の方遊びに行ったり、ちゃんと仕事もします。なんかすごい夏休み気分だわ。夏休み気分っていうか、そんな夏休み気分してる場合ではないんだけど、あ、今日新月だ。新月です。今日は今年の夏めっちゃ楽しい。なんかめっちゃ楽しいわ、花丸に。で先週末ちょっと行けなかったから、今日は仕事をしなければならない。絶対に仕事をしなければならないけど、ジムも行きたい私は。でジム通いもめっちゃ頑張ってて、でそうトレーニングも頑張りながら、仕事もしながら遊びながら、とっても楽しい毎日を過ごしています。本当に夏が来る前ぐらいまでなんかもうつまんなみたいな感じだったの。もうなんか毎日同じこと して、まあ、同じことしてないんだけど、なんかもうつまんねーってなっちゃってた時とかあったから、今揚げで最高です。ちょっとパンを買います。で、あ、そうで、サマソニに行きます。めっちゃ来た。おはようございます。おはよう。よかったよ。チリマンゴーわらび。こんな暑かったらさ、本当どうすんの。もうね、やらなきゃいけないこととやりたいことととても大変。うまっ。なんかすごいどうでもいいと思うんだけど、私わらび餅、私和菓子めっちゃ好きじゃないですか。和菓子めっちゃ好きなんだけど、わらび餅あんま好きじゃなくて、黒蜜がなんかそんなになんか
めっちゃタイプっていうわけではないのね。そう、あんまりなんか惹かれないんだけど、これはなんかちょっとマンゴーめっちゃ好きだから、マンゴーだなーと思って買ってみたらすごく美味しい。しかも139キロカロリーしかない。脂質 1.3、 タンパク質 1.4、 炭水化物31。結構優秀なんじゃない。6月ぐらいからなんか本格食事見直しをして、カロリーとタンパク質、脂質、炭水化物をなんかちょっと見るようにして、ちょっと気をつけるようにしてんだけど、そういうことでもやんないと本当に痩せないわけ。20代の頃と違うわけ。本当にここ1、2年ぐらいで本当にね、それをひしひしと感じています。でもまた別に YouTube やめてないからね。やめてないから。ただなんか YouTube ってこの動画撮ったりとか編集したりとか結構趣味っぽい感じ、好きでやってることだから、どうしてもやっぱ仕事忙しかったりするとね、それやる時間があんまりないってなってきちゃって、でなんかこうマーモット始まったりとかもしてすごい忙しかったこともあったし、それによりちょっとメンタルのバランス崩れたりとかもあったし、ちょっとやめてないです。だけど別にやめるつもりとかないし、ないです。少しずつね、またちょっとなんかこれって本当に自分の記録にもなるからさ、それをね、なんかの時に便利かもしんないじゃん。残しとくと。これマジで美味しいし、何がいいってなんかいっぱい入ってる。はい、夏ということですが、皆さんどんな夏をお過ごしでしょうか。私は元気ですということだけ伝えられたら嬉しいです。みんなも元気だったら嬉しいです。はい、ゆりちゃん、はい、見てますか。アンニョン、アンニョン、アロハ、アロハギツネ。ハワイから来た。ハワイから来た。アロハギツネはやばい。ラーメン食べる？これでどうぞ。いただきます。韓国で終了です。コーガとボットのポップアップに遊びに来て、友達みんないて、フリューリーのポップアップもありましたね。すごく楽しかったです。はい、本当にそんな薄いコメントしかできなくてすいません。でももう本当に楽しかった。これで一旦私の夏休みは終わりって感じかな。ちょっと8月はね、結構夏休みできたかなって
思う。